「M ステ」で見せた魅力とは、シーナリンゴ×ナンバーアンダーラインアイの衝撃コラボ、「M ステ」で語られた制作秘話を公開、ゴート監督児玉シーナリンゴの夫婦コラボ、視聴者を驚かせた真相とは、「ミュージックステーション M ステ」という番組が放送された日の夜、特にファンたちの間で大きな話題となったのは、平野翔君のパフォーマンスでした。 翔くんが特別に披露したこのパフォーマンスは、視聴者の心をつかむものでした。さらに、椎名林檎さんがナンバーアンダーラインアイに対して語りかける場面も注目を集めました。椎名林檎さんは、自身の楽曲を平野翔がプロデュースすることについて非常に興奮しており、その話題曲を特別バージョンで披露しました。この瞬間、視聴者たちは画面に釘付け気になり、その感動を共有しました。 さらに驚くべきことに、ゴートの監督である児玉さんが椎名林檎さんの夫であることが明らかになりました。この情報はファンの間で大きな話題となり、すごい世界線と称賛されました。このつながりが視聴者にとって新たな驚きと興奮をもたらし、さらに番組の魅力を増しました。翔くんのパフォーマンスは、毎回そのクオリティが高く、多くのファンに愛されています。 彼は振り付けのアレンジに余裕を持ち歌も歌い慣れており毎回観客を驚かせています彼の努力と練習が絶え間ないことはパフォーマンスの質からも明らかです新曲の制作と並行して常に高いパフォーマンスを維持していることにファンは深い敬意を抱いていますまた椎名林檎さんと平野翔君が共演するシーンも多くのファンにとって特別なものでした 二人が並んで話をしている姿や、リンゴさんが翔くんに髪色を合わせてくれたというエピソードは、視聴者にとって感動的なものでした。こうした小さなエピソードが、ファンにとって大きな喜びと感動をもたらします。ナンバーアンダーラインアイのパフォーマンスは、毎回観客を驚かせ、その高いクオリティが評価されています。彼らは常に新しい挑戦を続け、向上心を持って努力を続けています。 その姿勢が多くのファンに尊敬され、愛されています。彼らのパフォーマンスを見ていると、一瞬たりとも目を離せないほどの引力があります。岸くんの髪型も注目を集めました。彼の髪型は個人的に好きな感じで、おでこが見えるスタイルがファンにとって魅力的でした。また、林坊ちゃんが曲のご用名と言ってくれたことも大きな話題となりました。日本語を巧みに操り、 和の世界を作り上げてきたリンゴさんとナンバーアンダーラインアイがコラボレーションすることが期待されています彼らのコラボレーションがどのようなものになるかファンは楽しみにしていますナンバーアンダーラインアイの今回のパフォーマンスもファンにとって最高のものであり彼らの進化が感じられました毎回彼らが新しい最高を更新していることに多くのファンが驚きと喜びを感じています 翔くんがしれっとお願いしている姿や、その後の肩をすくめる仕草も、ファンにとっては可愛らしい瞬間でした。彼の自然な行動が、ファンにとって特別なものとなっています。そして、ファンの間で話題となったのは、翔くんとリンゴさんが並んでいるシーンでした。二人が並んで話している姿や、翔くんの髪色に合わせてくれたというエピソードは、多くのファンにとって感動的なものでした。 こうした小さなエピソードが、ファンにとって大きな喜びと感動をもたらします。最後に、ファンたちが注目したのは、ナンバーアンダーライン愛のパフォーマンスのクオリティです。彼らのパフォーマンスは毎回観客を驚かせ、その高いクオリティが評価されています。彼らは常に新しい挑戦を続け、向上心を持って努力を続けています。その姿勢が多くのファンに尊敬され、愛されています。 彼らのパフォーマンスを見ていると、一瞬たりとも目を離せないほどの引力があります。このように、ミュージックステーションの放送日は、多くのファンにとって特別な日となりました。ショウ君と椎名林檎さんの共演や、ナンバーアンダーライン愛の高いパフォーマンスが、多くの視聴者に感動と喜びをもたらしました。今後も彼らの活動がどのように進化していくのか、多くのファンが楽しみにしています。 視聴者たちは、翔くんと椎名林檎さんのコラボレーションが今後どのように展開されるのか、大いに期待しています。特に椎名林檎さんの楽曲をナンバーアンダーライン愛がどのように解釈し、どのようなパフォーマンスを見せるのかについての関心は高まる一方です。林檎さんは、その独特な音楽スタイルと強いメッセージ性を持つアーティストとして広く知られており、 彼女とのコラボレーションはナンバーアンダーラインアイにとって大きな挑戦であり、同時に成長の機会でもあります。翔くんのプロデュース能力も注目の的です。彼はこれまでに数々の成功を収め、その独自のセンスとクリエイティビティで知られています。彼のプロデュースによって生まれる新たな楽曲がどのようなものになるのか、ファンは心待ちにしています。特に、 彼がどのようにして椎名林檎さんの音楽性とナンバーアンダーラインアイのスタイルを融合させるのか、その過程が大いに注目されています。また、ゴートの監督である小玉さんとの関係も興味深いものです。椎名林檎さんの夫である小玉さんが監督を務めるゴートのミュージックビデオに触れることで、ファンたちは彼のビジュアルストーリーテリングの才能を再確認しました。彼の監督としての視点が、 どのようにして楽曲の世界観を映像に落とし込むのか、そのプロセスも注目されています。翔くんと椎名林檎さんが共演することで、彼らの間に生まれるシナジーがどのようなものになるのか、ファンの期待は高まるばかりです。二人が共に作り上げる音楽とパフォーマンスが、どのように新しい地平を切り開いていくのか、その未来に多くの人々が関心を寄せています。ナンバーアンダーラインアイのメンバーたちは、 その努力と向上心によって、常に高いパフォーマンスを見せています。彼らは新しい挑戦を続け、自らの限界を押し広げていくことで、ファンに驚きと感動を提供し続けています。今回の「M ステ」でのパフォーマンスも、その一環として多くの視聴者に強い印象を残しました。彼らのパフォーマンスは、一瞬たりとも目を離せないほどの引力を持っています。 観客は画面に釘付け気になり、その一瞬一瞬を見逃さないようにと集中して見入ります。その引力の源は、彼らの持つ強い情熱とプロフェッショナリズムにあります。彼らは常に最高のパフォーマンスを目指し、そのための努力を惜しまない姿勢が、多くのファンに深い感動を与えています。また、個々のメンバーの個性もパフォーマンスを彩ります。騎士君の髪型や表情、 踊り方など、細部に至るまで彼らのパフォーマンスは緻密に計算され、観客に強い印象を残します。特に今回の放送では、将軍の自然な仕草や椎名林檎さんとのやりとりが多くの視聴者の心をつかみました。そして、ファンたちは SNS を通じてその感動を共有し、彼らの応援メッセージを送り続けます。こうしたファンの支えが、 ナンバーアンダーラインアイのメンバーたちにとって大きな励みとなり、さらなる高みを目指す原動力となっています。ファンとの強い絆が、彼らのパフォーマンスをより一層輝かせるのです。このように、ミュージックステーションの放送日は、ファンにとって特別な日となりました。翔くんと椎名林檎さんの共演、ナンバーアンダーラインアイの高いパフォーマンス、そしてファンとの強い絆が、 多くの視聴者に感動と喜びをもたらしました。らししま今後も彼らの活動がどのように進化していくのか多くのファンが楽しみにしていますまた将軍が小玉さんと椎名林檎さん夫妻と共にプロジェクトを進めることで新たな創造が生まれることも期待されています彼のプロデュースによってどのような作品が生まれるのかその過程を見守ることはファンにとって大きな楽しみとなるでしょう 彼らのコラボレーションが音楽シーンに新たな風を吹き込み、多くの人々に感動を与えることは間違いありません。こうした動きの中で、視聴者たちは一層彼らの活動に注目し、応援を続けています。彼らの成功を共に喜び、新たな挑戦を共に見守ることで、ファンとアーティストの間には強い絆が生まれています。その絆が、彼らのパフォーマンスをより一層輝かせ、 未来への期待を膨らませています。